リクガメのまさこレイディオ。まさこレイディオ。はい、本日黒谷ギューン、ブクロックフェスト最終日、今ライブ終わったところでございます。今日は、私の尊敬してやまないゲストを呼んでおりますので紹介します。まーさん、どうもこんばんは。魚津製のマメさん。はい、下津原一郎ことマメです。いや、ちょっとほんまもう、ブクロックもう満喫させてもらいました。お疲れ様。クオーツ製はちょっと見れなかったですけど、もうすごいね、下津原一郎さんの、あのソロも見させてもらって、昨日ね、いや、ちょっと本当にこのラジオ聴いてる人はちょいちょい知ってると思うので、クオーツ製のことも絶対いると思います。下津原一郎さんも、で、一番わかりやすいのは、もちろん今月、21日、はい、ゴイラリクガメとクォーツ製、ツーマンさせてもらうので、ちょっとほんまにありがとうございます。いえいえいえ、そんなそんな。いや、ちょっとまさか、OK してくれるとは思ってなかったです。マジっすか。いや、めちゃくちゃ嬉しかったから。めちゃくちゃ嬉しかったですか、はい、ほんまに。はい。ほんまにめちゃくちゃ。ほんまにほんまに。ほんまですか。なんかこうね、無菌でね、6月かな、そうですね、末にツーマン的なことをやらせてもらって、ね、ソロのね5曲切磋琢磨、切磋琢磨というか、まあ、もうお互いこう別々でだけど曲作って、はい、で、まあ、あの緊張感たるやすごかったけど、あれをさ、なんかこうやって、やっぱこうより一層なんか、なんでしょうね、チームワークじゃないですけども、あ、感じてくれました。なんかこう一個のチームになったなって感じが、いや、めちゃくちゃ嬉しいわ。めちゃくちゃ嬉しい。お疲れ様です。今すごいとこで撮ってます、はい、そうです、すみません、ね、楽屋手前で撮ってますフーザピッチの方ですか。うちはもう、無菌の正直オファー来た時に、はいはいはい、ちょっと時期も時期やったんで、めちゃくちゃ悩んだんですけど、決め手は、ね、忙しかったもん、ね、豆さんとのツーマン、これ逃したらもうないと思ったんですよ。そうなんだってね、なんか、ないとほんまに思ったので、無菌のそういうコンセプトでもない限り、誰がツーマンでギューンと豆さんを当ててくれるかっていうのも絶対ないし、もちろんボイラー、リクガメとクォーツ製って今まで当たったことないっていうのは、まあ、ちょっと交わらんやろなっていう、そのブッカーのなんかあるんか知らへんけど、アダムでもあんまりやったことなかったので、だからうちね、そういう意味でもね、あの6月の無菌ギグ、あの出れて、なんかそのちょいちょいね、こう、すごいたくさん出るイベントとかで、そうなんですよ、なんかニアミスじゃないけど、そう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 、こんにちはぐらいの挨拶はしてた。そうですね。で、そうそう、でライブめっちゃ良かったっすよって声かけてくれたりして、うちも多分毎回言ってましたね。そう、言ってくれてて、いや本当かとか思いながら、いやいや、毎回言ってますけど、うちあんまり音楽聴かへんって言ったじゃないですか。でそんな中で、うちがあライブ見て、あ、めっちゃ好きやなこのバンドって思ったのって、めちゃくちゃ限られてるから、覚えてるんですよ全部。パンパンの塔はその時からずっと覚えてたんですよ。でパンパンの塔の人なんと思って、多分ね、それこそね、ブクロックフェスとかで、俺がソロで出てたのと、でギュンちゃんもソロで出てて、前後だったかなんかで、で同じ会場でライブしてたんだよね。それで、いつですかそれ？それ結構もう前で、昔ですか？四五年前かな。はい。そうそうそう、その時に、その時なのかな、いや結構あれ初めて見たんだけど、そのギュンちゃんは、衝撃的だったのが、なんかそのベースの方かな、顔塗って、あ、はいはい、はい、方と、2人でなんか、もうそのベースの方がセリフみたいな、もうほとんど曲じゃない、あ、英語か、英語かな、英訳してたやつか、そうそう、なるほどね、そんなことしてたわ。そうで、ギュンちゃん歌ってみたいな、あー、それを見てくれたんですか、めっちゃ不利だと思って、あ、嬉しい、ボイラー、リクガメより先にそっちを見て、なるほど、ソロの方を見てくれた、そう、
いやもうなんかその時もさすげえお客さんも結構入ってて、うん、それをみんなもうなんか浸水して見てて、うん、なんか誰が笑うでもなくそうですね当たり前に、そうですね、あお疲れ様です、お疲れ様です、ユウも疲れんだった、あそうなんですよ、いいね、いいですね、こういうふざびちが今終わったとこなんでね、演者が出入りするところで撮ってます、うん、そうだからこのだからブクロックフェス のちょうど 4,5 年前かな、今のぐらいの時期に初めて見て、まあ、とにかくこう衝撃的に、こう、いや嬉しい、面白いことしてる人たちだなと思って、めっちゃ嬉しい、もう全くでも多分すげえですけど全く交わることないんだろうなとか見ながら、そうですよね、見てて、でもなんか俺ライブ終わった後とかにゆんちゃんが声かけてくれたのか、うん、まあ、めっちゃ良かったですって言ってくれて、やっぱりそうか、うち正直それ覚えてないんですよ、だからマジなんですよ、マジで、あのお世辞とかじゃなくてほんまに多分ね緊張して言いに行ってたんやろなって今聞いて思いました、だったんだね、だから本当かなって思いながら、いやマジなんですよ、わかるもん、マメさんに対してお世辞とか多分言うこともないもんな、過去もこれからも、いやそうそっかそっか、それでね多分まあそこからあれかな、多分無菌の一連の流れでギュンちゃんの動画とかを見させてもらって、はい、うわやっぱこの人すげえなーって改めて思って、あしかも進化してる、無菌の映像とか自分で見てたら、うんうん、なんかやっぱりなんかちょっと歴史を感じますね、マメさんも思いますか、あうん、アーカイブをね、アーカイブとか見るとね、いややっぱねこう常に攻めてるよね、本当になんか当時もそうでしたけど、いやちょっとそれがねやっぱ自分の首を絞めるところがすごいあります、なんかその素晴らしいと思って、そうね、ゆるっとこうライブ来てゆるっとライブして、あの、うん、帰る人とかすごい羨ましいですもん、あなんかそのなんか いらんもん多分背負ってんすよね、そう 何したろうかなみたいな、昨日もちょっと話したけどさ、はい、ライブ終わった後も寝れないっつってたもんね、あそうですね、毎回ねしっかり寝れなかったです、ほんまに何をしてんの寝れない時、え寝れへん時何しとったっけな、なんか寝ようとベッドにはいる、あ言います、います、10回ぐらい寝ようとして、うん、でその竹原チャンネルとか見て、うん、YouTube のボクシングとか見て余計寝れんなって、うん、であのマメさんの YouTube も見ました、うん、昨日、あそうなんですか、あめっちゃすごい更新されてると思って、そのボイスメモ公開してるやつとか、あやってましたね、うわめっちゃ興味深いと思ってめっちゃ食い入るように見ました、あそうなんだ、すげえな、でうちインスタグラーム、あの曲がめっちゃ好きで、入りがそれこそねギュンちゃんとのツーマンの、そうなんです、その時にできた曲でしょ、あんな短期間で作った5曲のうちの1曲がうち初めて聴いた時からずっと耳に残ってて、で今も好きで、うんうんうん、YouTube でもそれ、はい、で昨日もうちマメさんのソロライブで聴けて、はいはい、いやちょっとめっちゃ好きですね、で全部好きなんですけど、いや全部好きなんですよ、あれ、うん、ドキュメンタリ あーね、ドキュメンタリーとライフのリズム、うん、めっちゃな、ね、流れる頭の中、はい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 、それか、はいはい、いやちょっとシンプルに曲が好き、なるほどね、普通の人はそういうアーティストいっぱいおると思うんですけど、うちそれが少ないもんやから、うん、そうお兄さん、そうラジオ撮ってる、ラジオ撮ってる、お前ら何やねん、ラジオ今橋口カナデリア、今橋口カナデリアさんがいらっしゃいました、たくさんアーティストが撮って、ズータピッチも通り橋口カナデリア、特に SNS には関係ない写真撮るね、はい、うん、写真撮って、やった、はい、写真撮ってくれたああ俺、うん、8月29日に何かやるから、うん、ゲストにするから来れたら来てよ、え8月29日ああなんかやる、何やるんですか、あ渋谷ビーツ、うん、そうビーツ渋谷で、うわフーダビッチフェス被ってます、あそれか、あクソ被ってんだよな、あクソ被ってんだよな、被ってんだ、めっちゃ被ってますね、だってあのディスペードのフェスも被ってるでしょ、あそうなんだ、フェス被りがすごくて、そうなんだ、フェス被りがすごくて、日曜っていろいろ被るんだよな、えちなみにクォーツ製の次のライブはうちらとのツーマンですか、そう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 、まさにそう、あまさにそうですか、でそれこそ日曜でしょ、日曜です、被ってすんのかな誰か、いや日曜被ってそうな気がしますね、まあしょうがないよな、でもその
次の月のうちらの9月の企画は、うんうん、なんと東京コーリングと被ってるんで、それよりはマシかなっていう感じはしますけど、いやでもちょっとこのツーマンでもね、前福岡製の通商軍をうち遊びに行かせてもらった時に、すごいやっぱお客さんもうすごい熱狂的なお客さんたくさんおったじゃないですか。でみんなにうちフライヤー配ってたら、みんながあ行くよ行くよってめっちゃみんな言ってたから、いやすごいなと思って、もうみんな行こうとしてくれてる福岡製のお客さんはと思って。ハッサン行くも、もう帰っちゃいますか。お疲れ様です。また会いましょう。また会いましょう。またね。まだ一緒にやる。ありがとうございます。ツアー行こう。ツアー行こう。ツアー行きたいです。ね、ツアー行きたいです。行こう。すぐ行きます。それ行こう。すぐ。お願いします。うん。お疲れ様です。いや、このなんかリアルタイムがめっちゃ伝わってめちゃくちゃいいです。でもなんかこのブクロックの空気がちょっと伝わりますね。入ってる感じはするよね。うん。こういうライブ直後とかに、うん、いいんすよ。そうだね、やっぱなんかこういう、まあ、サーキットっていうか、うん、でいろんなお客さんもいるけど、うん、ミュージシャン同士の交流の場でもあるよ。いやほんまにそうですね。久々に会える人たくさんいたし、結局いちゃいますもん、うん、帰らんと、うん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 、めったに会われへんし。そうそうそう、だからまあそういうのもあってボイラーとのやれたのもこのクロックとかのあれもあるからね。ギュンちゃんのソロと、そっか、うちムキンが最初やと思って言ってたのと、うちが勝手にパンパンの塔好きやったのが始まりと思ってたけど、ブクロックフェスで初めてソロで出た時見ててくれたっていうのはめっちゃ嬉しいです。あれは忘れませんね。いや嬉しい。あの時はファンさんのファンの方もすごいよね。俺もさ、この間ボイラーのライブを初めて見に行ったけども、あの渋谷に、そう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 、びっくりしました。のびさん、いやすごい、やっぱさ、なんか曲を完全に理解して振り、各自のなんだろうオリジナルの振り付けがあるとか、そうなんですよね、うん、もう床に寝っ転がったりする人もいたりとか、でもそれをさ、みんなさ、白けた目で見るわけでもなく当たり前のように受け入れてるあの空間、あの空間、うん、ちょっとそうですよね、うん、いいなと思ったな。いや本当にありがたいです。もう本当お客さんの方が割となんか有名になってたりしてましたもん。なんか転がる人いるらしいよみたいな、うんうん、お客さんの方がパフォーマーやと思ってるんでね、やっぱりすごいなって、たまにちょっと負けそうになるもん、お客さんちょっと笑っちゃってするの。だから面白いなと思って。そうそうそう、あれはさ、あの曲がさ、もうさ、乗り方どうやって乗んのみたいなんだけどさ、それをさ、やっぱさ使いこなしてもね、お客さんね。そうですよね、うん、うちの曲もそうやし、ボイラーリクガメの曲って、うん、あのほんまに乗りにくいんですよ。あ、うんうん、結構ね、そんな展開みたいな。そうですね、うん、なんか結構考えたことあるぐらい、いやこれ乗れんわそらって思います。でもそれをそんだけやってくれてるのは本当ありがたい、うんうん、もうほっときたいと思います。うん、いいと思います、うん、なんかそれはそこでなんか違う発展の仕方をしててね、うん、だから結構羨ましいなと思って見てます。例えばディスペードとか、うんうん、その分かりやすいなんかことをしている人たち、うんうん、その振り付けとかだ、あ振り付けとか、あもうやっちゃうっていうような人、はいはいはい、めちゃくちゃ羨ましいと思うし。そうだな。いやでもちょっともう今日の構成見たかったな、はい、あ昨日の豆さんのソロはほんまに最高でした。あ、マサルさんが来ました。あ、そう、お疲れ様です。クモツ製のドラムの今ちょうどラジオを撮ってまして、あの豆さんとあ、クモツ製のドラム、そう、ドラムのマサルさんが今、マサルさん、お願いします。今度ね、ツーマンやらせてもらいます。ほんまにありがとうございます。21日にね、ほんま特にその交わりもそんなになかった、うん、いきなりツーマンを受けてくれるってね、本当になかなか。いやいや、この前すごくあの可愛らしい、うん、ファンキーな人が話しかけてくれるなと思ったんですよ、うん、ライブ初めて見ましたって。あ、あの時ね、初対面だったのね、うん、そうですね。で僕もはいはいとかって言ったら5分ぐらい話した最後に、うん、なんかすごい真面目な人なんですねって言って、いや見た目怖かった、どっか行っちゃったの。その後すごくショックで、ちょっとポチンって残されて、え、ああ そうなの、のこと何を分かってるんだとか思いながら、あ、そういうやっぱイメージなのかなと思う、どうせのドラムのマサルです。いやちょっと、勝手に怖い人なんかなって、めちゃくちゃ見た目がね。で、すんごい、なんか初対面で、オファー受けてくれてありがとうございますっていう挨拶をね、いや初対面の低姿勢でね、本当に。すんごい低姿勢で返していただいて。今日ソロ見れなかったんですよ。あ、全然全然。いやいや、でもほんまにありがとう。前に規制が入ったの。あ、ほんまですか。で、俺、言ってたの。全部。
着ぐるみみたいな着たの頭もで俺あの受付の人に入れませんよって言われて入れなかったんですよ。よかったかもしれないですね。あそっかね、ちょうどいらんあの変な格好を脱いだ2曲目で豆さんが来てくれて、そうだね、だから規制かけた最後の人が俺でしたね。あそうか、ギリギリ入れたんだ。ありがとうございます。本当いや本当にこのツーマンほんまに楽しみに私、うん、としてます、ね、ありがとうございます。本当ですまだ見てないんだよね。だからマサルさん音源も聞いてない。そうだよね、そうなんですよ、すいませんね本当に。そこはもうちょっと楽しみにしてもらう。なんかすごくいいライブになりそうな。いや本当にいい日になると思ってるので。あそうなんですね、マネくんが天才という。ちょっとやめてくださいよ、嬉しすぎるけど。いやマジでマジですごい、めちゃくちゃ嬉しい、頑張ろう。で天才天才のマジシャンもねちょっと呼んでるんで、なんかね、オープニングアクトさんも、はい、そうですね。いやちょっとお客さんがちゃんとこう一日通して楽しんでくれたらいいな。やっぱりその受け付けへん人おるかなと思ってますもん。構成が好き、シンプルに好きなお客さんとか、ボイラーリクアメのライブ見て何これってならへんように、結構ね今回セットリストうちらも珍しい曲あの引っ張り出してきたりして、構成の音楽にすごい寄り添ってますから。そうなの、ちょっと楽しみにしてください。いやいや寄り添いたかったんです。その日ぐらいしかできひんセットリストにあえてしようかなと思って。いろんな曲ありそうだもんね。いろいろありますね。初見の人がとてもよう聞けんような曲とかの方がなんかその日の雰囲気で合いそうな気もしたから、結構うちらもあの新たな挑戦というか珍しい日にしようと思ってるんで、楽しみなね。構成をぶちかましてください。用意周到準備万端じゃないですか。準備万端、まだもうちょっと あれしますけど。でもなんかもうとにかくねすごいよ。なんか言っていいのかな、俺も何曲かこう音源をもらってて聞いてるんですね。そう聞いてんだけど、今日も来るとき聞いてたんだけど、はい、幅がねとにかく広いのよ、オイラーリクアメ。いやそうで、幅めっちゃ広いんだけど、手当たり次第やってるわけでもなく、ちゃんとなんかこうキュンちゃんの世界観がちゃんとあっての、うん、あのどちらかってないというか、そこがちゃんと芯があるのよ。嬉しい。なんかすごいね、その人がそんなに幅広くやってるのに、その人しかその人が出るっていうこと、うん、どういう人なのかまだ僕はよくわからない。そうですよね、ギュンさんギュンです、名前だけで今はいいです。とりあえずまだ分からない人に、あなた真面目な人なんですねって言われたんですよ。言いました。ごめんなさい、ね、悩んじゃって。ほんまですか。あの多分ね、何が分かったんだろうこの人にと思ったのなんかあのドラムのパフォーマンスとかを見て、なんか、はい、ああいかつい人かなと思って、あまりにもギャップが激しく低姿勢で来てくれたから、あとめっちゃいい人ですねっていう意味で言ったんやと思います。すみません、ちょっと引っ張りすぎました。ごめんなさい。すいませんね、いらんこと言って、関西人の悪い癖です。思ったこと適当に言って、あすいませんね、マメさんお借りしてます。すいません。いやそんな感じです ね、なんかちょっと豪華 なんかゲストね、嬉しい。これほんま今日の会話、これ今日か明日か流れます、うん、あすごいいい締めくくりになった。マメさんとおさこレイディはね絶対出てもらおうとは思ってたんで、2日連続にね、たまに聞いてます僕。あ、ほんまですか。2分ぐらいで聞くのやめて。いやいやいや聞いてるよ、あのショーン君がなんか真摯に相談に乗ったりして聞いてるよ。めっちゃ聞いてくれてる、嬉しいな。あの豆さんのチャンネルも貼っておくので。あ、本当ですか。あのクオーツ製のチャンネルはないんですか。クオーツ製はねないのよね。正原一郎ではそんなにでを見とけばいいっていう話ですね、まあ一応ね、うん、分かりました。まあ、でもクオーツ製のミュージックビデオとかも載ってるんで。載ってます、はい、めっちゃ見てますから私、はい、あのボイラーのメンバーもあの MV 見たりして、うん、嬉しい、めちゃくちゃ好きって言ってます。喋りました、うちのメンバーたちとは。あ昨日ギターの、あ大丈夫、酔っ払ってなかったですか。大丈夫ですか。まあ、うん、全然あの気さくに喋ってくれて。あよかったよかったよかった、うんうんうん、よかったです、うん、そうだ、ベースの方はねあのまだあの顔を塗った状態でしか見てないから、どれがそれだ。いやそうなんですよ、分かんなくまままだ喋れてはいないけど、他のメンバー様は喋った。あほんまですか、うん、よかったよかった。じゃあちょっとまあちょっと別関係ない話ですけど、うん、昨日クオーツ製のことをツイートしたら、ああ京都なののもぐらさん知ってます。おうおうおう、そうもぐらさんが、
こうそのツーマン打ちでもやれみたいなことを言ってたんで、うちはもう21日に合成とボイラーリクガメバンドごとしっかり仲良くなって、いつかツアー回れる仲になれたらいいなと思っておりますので、いやナノいい箱だよね。ナノいいっすよね、もぐらさんおもろいっすよね。そこそこ短パンの塔の時から そうなんですね、長いんや。出るたびにお世話になってて、あ、ほんまですか。ナノがね大好きな。結構全国行ってるんですか、マメさんは。あ、まあそんなにめちゃめちゃ行ってはいないけど、でもそうだね、なんか俺らワンマンツアーとかやった時も関西はナノでやったね。あ、そうなんすか、めちゃくちゃ合いそうですね。そうそうそう、ナノでワンマンとかもやらせてもらった、うん、フットワークが意外と軽いっていう情報を聞いたので。あ、そうだね、ね、めちゃくちゃ重そうですもん、なんか、うん、あ、ほんと？福さん、プピリットパロのその福さんと仲いいじゃないですか、うん、さん、そのやり取りとか、ね、そうそう見てると、なんかそのマメさんって、うん、なんていう、イーストそうに見えるけど、うん、割とその福さんとの絡みで、あ、マメさんって意外と、なんかね、そうなんか、そう、若手のバンドマンにね、なんか怖がられてるような感じがするんだよね。なんかね、うん、そう、悪影響出てるかもしれないですね。うちはちょっとわかるから、おもろいなと思って見てますけど、なんか嫌なやつだと思われてるのかな。なんか、うん、適当に生きてるようになんか。そんなことない。いい時間になっても、いつまでも来ないみたいな。いや、毎回言ってるけどさ、俺ちゃんと来てるからね。あ、ほんまですか？本当に来てるよ。昨日だってちゃんとさ、2時間前ぐらいに来てさ。あ、それは偉いですね。まあ確かにな、無菌の日もみんな早めにこう来て、なんかそわそわしてる中で、ふらーっとめっちゃ余裕やん、あの人みたいな。違う、あれはもう無菌の日は家でギリギリまでやってた。あ、なるほど、なるほど、なるほど、見えないところね。そうそう、ちょっとね、そういう嫌なちょっとなんかイメージを払拭したい。いや全然俺いいはずなんだけどな。いやでもいいですけどね、そういうキャラがまたね、めちゃくちゃお客さんに受けてる気がしますもん。かな、うん、割と素じゃないですか、ステージでも。マメさんってそうですね、なんかその素がね、なんかめっちゃツボなんですよね。あ、本当に？なんやろうな、なんかなんというのかな、優しさというか、優しさは見えないですけど、あんまり、はい、なんというのかな、優しいわけではないね、なんというのかな、なんかもういい意味でどうでもいいみたいな感じがめっちゃ気持ちよくて、うん、ま、もうめっちゃ自由に生きてる感じがすごくして、めっちゃ、もう多分誰かが何か言ってももう全く動じひんのやろなっていう感じがすごい好きです。そうかな、うん、まず音楽もそうじゃないですか。あ、うん、誰に邪魔できんねんっていう音楽をしてる人がやっぱ好き、うちは。みんなそうやけど、その中でもうちがやっぱりセンサーが働く人っていうのはもう本当に極小です。その生き様がかっこよくてライブがかっこいい人ってめっちゃいるんですよ、うん、今日なんかほんまにみんなそうやし、うん、もうみんなご来光とか、うん、フーザビッチも今見て、うわ、もうめちゃくちゃ、あ、かっこよかった、うん、偉大な先輩いっぱいいますけど、うん、その曲とかのメロディーセンスとかの面で、楽曲の面でうちのツボをつく、その変なセンサーがあるんですよ、はいはいはい、自分が作りたいと思ってる曲の世界、うん、でに当てはまってるわけではないけど、うん、なんかその自分が好きやけども絶対作れない世界っていう別枠があるんですよ。そこに当てはまる人ってもうほんまにいなくて、今ほんまにマメさんなんですよね。おー、嬉しい。いやーマジで、ちょっともうね、話長くなるんで、すごい、いつも10分ぐらいで終わるのを目指してたけど23分になって、すいませんね。いやいや、でもこういう回はもううちもこう一人で20回が聞くんで、この後いや、そんな別に再生回数別に気にしてないけど、いやもう嬉しくて、マメさんとラジオ撮れて嬉しかったです。こちらこそです、嬉しいです。では8月21日ですね、豪徳寺リーフルーム、うん、6時オープンです、うんうん、で6時半からはい、OA のプロのマジシャンリュウくんですね、うん、いつもボイラリカメの MV とかを撮影編集してくれる人は実は本当にプロのマジシャンなので、本業の方も見てやってくださいということで今回呼んでます、ガチですごいんで、いつもその割と高いお金で見るようなマジックを半額以下ぐらいの値段で見れる時点でもちょっと得やと思うので、
それとボイラーリュカメット構成の、ガチガチツーマンを長時間楽しんでください。ぜひお願いします。待ってます、はい。それ以外に構成なんか告知あればぜひ。今のところ別にない。あ、ほんまですか。じゃあもう21日絶対来てくださいっていうことで、ね、じゃ あの最後にちょっとやってる、あの掛け声があるんですけど、いいですか一緒に。はいはいはい。あのうちがほなみなさんって言ったら、こう右に流れながら、わさこらさっさっさーっていうやつをお願いします。その取り付けるってこと。あ、そうですね。あ、こう気持ちの問題なんですね。ラジオだけど、そう、気持ちが大事ですね。ほなみなさん、わさこらさっさっさー。